はい、えー、こんにちは、えー。それではですね、三、えー、3明け、えー、火曜日ですね、えー、今日のマーケット見ていきたいと思います。日経金株価は、引き引き続き促進という形で、プラス216円ですね。それからトピックスが0.54%プラス14.38%、8ポイントプラスですね。それからグロースの250、こちらは、マイナス0.74%となっております。 日経銘柄日経値上がりの銘柄数が142、変わらず2の値下がりが81となっております。えー、強度上位でいきますと、1位が TDK ですね、4.21%上げております。それから中外製薬、ソフトバンクグループ、エンティティデータ、ソニーですね、の順番になっています。強度の回は東京エレクトロン、第一三共、ニトリ、レーザーテック、エーザイというような順番になっています。 まあ、寄り付きでですね、えー、結構半導体銘柄強くスタートをしていたんですけれども、おまあ、引けではですね、えー、マイナス転換というような形で結構弱い銘柄が目立ったかなというふうには印象です。えー、ヒートマップで行きますと、緑のところね、えー、結構多いかなとは思うんですけれども、えー、赤もちらほらという感じですね。 え、業種別で見ていきますと、結構業種によってね、えー、変化があったかなと思うんですが、あ1位が海運ですね。えー、強いですね。海運、それから保険、電気、ガス、非鉄金属、精密機器という順番です。えー、値下がり率でいきますと、やっぱり内需のところ、それから円高関連の銘柄ですね。こののところが、あ、セクターローテーションがかかっているのかなと思います。 円最率のトップが空運、それから陸運、医薬品、サービスを小売りというような順番になってますね。なので、え、ちょっと今までですね、え、例えば9月、は、まあ、結構ね、え、円高が進んでいる中でも堅調だった銘柄って結構たくさんあったかと思いますが、その辺のところがですね、え、またハイテク系に入れ替わって、え、資金循環ね、起きる可能性っていうのはありますので、え、足方が悪くなったりとか、受給面ね、え、ちょっと限りが見えてきたなっていうものに関しては早めに利確を済ませておく必要があるかなと思いますので、え、その辺のところは注意しておきましょう。 そして日経の方ですね、225の方ですね、見ていきたいと思いますけども、えー、まあ3連休明けということで、まあ、先週 FOMC と日銀会合ですね、金、えー、利を動,か動かすですね、イベントを2つ通過したわけですけれども、まあ、結果的にですね、えー、上向き、上方向で上昇しているという形で、まあ、今日三3連休明けだったんですけれども、えー、まあ結果的にはより天井というような形になっております。ま,あ、まだですね、えー、まあ今後の金利を動かすイベントっていうのはですね、えー、今年,年2回ずつですね、 アメリカと日本はあるわけですので、えー、まあ完全にですね、この上向きっていうまではいけないというところ、それからあまあ総裁選ですね、えー、まあちょっと後ほど話しますけども、27日ですね、金曜日に総裁選も、ね、ありますので、まあ、そこの動きっていうのを見てからあまあポジションを、ね、入れ始める、まあ、そういった外国人投資家も多いんじゃないかなというふうに思います。 海外のね、投資家、先週ですね、かなり売り込んで売り込まれているわけですけれども、9月っていうのはですね、配当がですね、月でもありますので、そこの配当取りっていうところをですね、税金の面で回避するためにですね、売ってくるっていうのはよくある現象であるので、ここのですね、買い戻しっていうところが、配当落ち後のところですね、期待できると思いますので、そこのところからのですね、全体的な相場の回復っていうところは一つ見ておいてもいいんじゃないかなというふうに思っています。 おります、まあ、そしてチャート的にはですね、えー、まあ、今あ、ニュートラルのねゾーンにいるかなと思いますので、まだどっちつかずの状況ではありますけれども、まあ、3万9000のですねこの緑のラインですね、これを抜けてくると、まあ、一気にですね上方向っていうような感じで舵を切ってもいいかなというふうに思いますので、まあ、今の段階に関しては、需、まあ、給がいいものに限って、ですね足型いいものに限ればあ、スイングのポジションですね、少しずつ、えー、ポジションね入れ始めてもいいかなというふうに思いますと。で、えー ドル円の方なんですけれども、まあ意識をされていたですね、143.75、この辺のラインのところも、えーまあ、2日連続でですね、ヒ、え、ゲ、ー、で抜けた後に、えー、今日はですね、えー、さらに高値を取るような雰囲気で144円台に入ってきていますので、まあこうなってくるとですね、えー、ちょっと長らくこの下落のトレンドですね、が続いていたんですけども、これを上に抜けるような動きっていうのが出てきた。まあこれはですね、円、えー、安方向への、まあ、サインにも一つ見えなくもないということで、まあ一旦はですね、147円台 ぐらいまでの円安っていうのは、です、ねえー、一応視野に入れて、えー、トレイドを進めていくっていうのもいいかなという,ふうに思います。 それから、週足の動きにも一応ですね、注目は必要かなというふうに思ってまして、これがですね、あの、久しぶりにこの陰線ですね、えー、陰線の実態部分に対してアウトサイドする要線で選手を引けてるんですよね。これっていうのは、この下落の時に一度もなかった動きですので、えー、まあ結構ね、この週足のアウトサイド、要線アウトサイドっていうのは、あ転換点になりやすいというふうにも言われますので、まあ、今週ですね、その流れを引き続ける、えー、上にね、えー、まあ持っていけるのかどうかっていうところはですね、まあ、見ておく必要があるかなと。 思いますただ、その上の真上のところは、ですね、週足ベースでもですね結構意識をされるラインっていうのが、まあ、この146円ぐらいのところにね控えてはいますので、まあ、そういうところもですね少し売り圧っていうのをこなせるかどうか、まあ、引き続き注目かなというところです。 で、自民党総裁選ですね、えー、まあ、誰になるのかっていうところも、引き続き、今後のね、経済、それから株価の動向にもね、えー、かかってくるところかなとは思いますけども、まあ、高市さんですね、えー、まあ、女性総理になるかということで、えー、今ね、非常に注目されていますということで、まあ、あその株っていうところにかん、えー、限って言うんであればですね、高市さんになるのが、まあ、一番いいのかなというふうには思いますと。で、まあ、その理由としてなんですけれども、やっぱり経済政策っていうところですね、えー、特に、 高橋さんに関しては、一番です、ね、この金利を上げない方がいいよということで、企業が設備投資しにくくなるということで、金利、今後のです、ね、日銀の利上げに反対という立場を明確にしている方でもありますので、まあ、この高橋さんが総理になるということになりますと、今後の日銀の利上げというのは難しくなってくると、そうなってくると、やはりまた円安方向に向いてくるんだろうなということで、日本株全体にとってはです、ね、一応追い風というふうにはなるんだろう なというふうに思いますので、まあ、そういうところはあ注目ということですね。で、まあ、この東京商工リサーチが行ったアンケート調査でも、ですねやっぱりトップは高市早苗さんということで、1447社がですね、えーまあ、経済、自社ビジネスの発展に寄与するということで、アンケートを答えているそうですね。まあ、ちなみに2位が石破さん、3位が小泉進次郎さんというような順番になっているということです。 で、ちょっと面白い記事があったんですけれども、まあ、このね、総裁選に立候補されているこの9人の方々が、まあ、どういった株、銘柄を持っているのか、ちょっと気になる,となるなと思いまして、まあ、こんなのがありましたと。で、見出しに書いてあるように、東電が咲いたらしいんですよね。なんか、うーん、まあ、そんな感じするなという感じもするわけですけれども、 こ,このね、下のところにですね、えー、書いてあるんですよね。で、モテギさんの銘柄はなんか面白いですね。ebase, sms, i-holdings, gmo payment。いやーなんかいいなーという感じはしますね。結構好きですね。このラインナップですね。それから、加藤さんがーイーグルコーってこれ何ですかねこれ知らない銘柄ですけどね。まあ、いすずとか mufg, ヘリオス、agc。まあ、結構好きな銘柄を買われてるのかなっていう感じもしますよね。こういうのって結構なんか性格とかも出るのかなと思うんですけどね。で、河野さんに関しては結構 こうがちがちですね。トヨタ、電通、三越、伊勢丹キャノン、ソニー、東電ということですね。まあ東電100株だけなんだっていう感じもしますけどね。それから石場さんがあこれねもう全部ハ数なのは多分これはあのー、相続っていうふうにねまああの言ってるらしいんですけれどもまあちょっとハ数がおかしいですからね変なあ3株とかなってますからまあ当然そういう持ってません、ね、4800で日鉄、東急、関西電 関西電力、三重、それから JFE、川重ということで、なんか重工系ですね、防衛系になんかすごい寄っているのが石破さんらしいなってことで面白いと。それから林さんが三井物産、アゴラホールディングス、聞いたことないですね。それから宇部康さん、東電ということで、まあ、やっぱり東電、えー、結構入るんだなっていうことですね。で、他の4面に関しては特に思っていないということで、まあこういったところもちょっとね、面白いのかなというふうに思いますと。まあ、このね、シフトを持っているあたりもなんか面白いですね、茂木さんね。 はい。まあ、ただ、ああ、このね、政治家の資産っていうところでいきますと、この内閣府により大臣などね、閣僚については、あまあ、ルールがありまして、この在任期間中は、あまあ、株とかね、売買しちゃダメですよ、みたいな自粛っていう風になってますし、保有株は信託銀行に信託しなければいけないってことなので、まあ、あの、なんか、この人たちをね、政策によって自分の株価を上げるとか、まあ、そういうことは、まあ、ないんだろうなとは思いますけどね。まあ、やっぱり自分の持ち株っていうところはですね、 ある程度、お腹意識をして、えー、そういう施策とかをしてるのかもな、なんていうふうにも、ちょっと思ったりもしました、というようなところです。はい。ということで、えー、まぁ、あ、ちょっと東電、現状かなりしこりがね、多いので、えー、うん、まあ正直、電力の中ではですね、どうかなというふうに個人的には思うんですけども、まあ結構持たれている方は多いということで、えー、まぁ、あ、ちょっとコラムをですね、紹介させてもらいました。 まあ引き続きですね、えー、だいぶ安値で放置されているようなハイテク系のね、銘柄とかもありますので、ちょっと為替の動向に関してはですね、えー、注視しながらっていうことになるんですけれども、まあ少しやっぱリスクをどっかへ取っていかないとですね、えー、完全にノーリスクでやっていくっていうのはなかなかスイングでは難しいのでね、えー、そういったところはある程度の上下っていうのをおリスクを取った上で、えー、ポジションに入れていくっていうのでね、ちょっと僕もおそ々うそうですね、攻め始めていきたいと。そして年末相場ですね、えー、ちょっと大きく取りに行きたいななんていうふうに思っていますので、えー、また、 引き続き続、ね、動画ご覧いいいただければ嬉しいなと思いますはい、ということで、えー、今日の動画参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。